人事の方に対してのメリットっていう意味で言うと、人事の方が負っている責任って、人に関係すること全般 の, あの責任を負われていると思うんですが、ところが組織っていう観点においてはとても権限が弱いと思ってるんですね。というのは外資系の企業においては人材開発の部門と組織開発の部門は別に分かれているっていうぐらい権限が別に存在していますと。でそれはすごくシンプルで、人材開発は個人のに着目して個人の能力が高まっていくっていうことをサポートしていくっていうものなのに対して、組織開発は組織と組織の壁を越えていくことをサポートするっていうものになるので、人材開発がオーミッションと組織開発がオーミッションってやっぱちょっと違うんですよね。ところが日本においてはその理解がやっぱりされてないので、組織開発っていう部門がほとんどの企業でありませんと。でそのことはどんな歪みを生んでるかというと、人材開発の権限しか人事にはなかったりするので、現場から人を抜いてくるっていうふうにするのに階層でしかやっぱり抜けないっていうところが限界があると思ってるんですね。組織開発をしていく上ではホールシステムアプローチと言われるように、いろんな多様なステークホルダーの人たちが集まって対話を重ねていくことにブレイクスルーのポイントがあったりするんですけども、根本的に人事の方が持っている権限というのがマルチステークホルダーで、そのホールシステムで人を現場から離してくる、で一堂に会させるっていう権限を持っていないっていうところが根本的にあるだろうなと思っています。でそういう意味ではこの組織開発ファシリテーター養成講座 の, 人事の方が得ていくメリットとしては大きくは2つあるなと思っていて、まずはその組織開発っていう領域が存在してるんだっていう、それは人材開発とは違うんだっていうふうに権限を拡大していく、もしくは組織開発という領域の別の権限として作り出していく一つ の, ロジックを作っていくことっていう意味では役に立つだろうなと。でもう一つあるのはじゃあその制約の中でできることとしては何かっていうふうになると、やっぱり階層型の研修とかの限られた制約の中で組織開発的な要素を入れていくしかないんだろうなと思うんですね。でそれを入れていく上で組織開発の原理をしっかりと学べるっていうのとともに、ゼミという形で自分たちの具体的にどういうふうに展開していくかっていう施策に対して検討もできるっていうのがあるので、今の時点で今の制約の中で何ができるのか、どんな組織開発の要素を盛り込んでいけるのかっていうことに関して、話ができる、もしくは具体化できるっていうところが大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。